道路脇に除雪された雪の高さは私の背丈を優に超えていて、昨日までの降雪量の多さがうかがえます。おととい午後7時で積雪が190センチに達していた魚沼市守門。住民が屋根の雪下ろしや家の周りの除雪作業に追われていました。シーズン初めにね、こんだけの、まとまったどか雪は初めてかな。やっぱり除雪体応えますか？このいや重いですよ本当で、身長よりあったんで。平野部の新潟市でも除雪作業が続いています。車の販売などを行っている会社では、雪に埋もれてしまった車を従業員総出で掘り出す作業に追われています。展示している車はすべて無事だったものの、この状態です。来た時はもうこのような形で、もう下もそうですね、もう15センチぐらいもうずっと積もっているような形でしたね。こちらの店は車の整備もしていますが、大雪の影響で急な修理の依頼も増えたといいます。ガタガタ道とかで走ったりして、あと雪山に追突してしまってバンパーが外れてしまったとか、もう昨日からも5名ぐらい、ちょっとこれから見ていただけないですかということで、見させてもらってご対応させてもらってますね。こうした中、除雪中の事故も起きています。今日正午ごろ、小千谷市桜町の横山忠さんが2階建ての自宅の屋根の雪下ろしをしていたところ、一緒に作業をしていた近所の人が地面に倒れている横山さんを見つけました。除雪中に屋根から転落したものとみられています。横山さんは病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。ヘルメットやアンカーは身につけていなかったということです。